撃一発だったですね。だから僕は長崎医大で、空襲警報があって逃げ出し、そこにおってる時に何か空襲が一度ありましてね、で爆弾がちょうど長崎医大は、コンクリートの真っ白な建物に黒白の迷彩がね、こう煙突が2本立っていて迷彩されたような工場建物だから、いかにも工場みたいな感じがするんですね。だから、その空襲があって、その爆弾がその病棟、要するに、本館に落っこちた。その爆発がね、本館の窓を破って、その隣にある隔離病棟のファンと来たわけですよ。僕は隔離病棟に入院して、まあちょっと止まれないような状態になってね、でもちょっと2日か3日くらい早く退院させてくれたんです。もう本当は9日原爆のした日に退院それが助かる元だったですね。法定伝染病だから、2日早あの当日にね、その退院手続きに来いと、そう言われて帰って、で原爆の日にのこのこ医大まで行ったんです。そのうちに9時20分か9時半ごろ空襲警報がありましてね、でここは工場地帯なんです。これ全部周囲の工場 でしかも爆弾が 2,3 日前に爆弾経験してますんで、もうそういうこともあったので怖くなって、あこれは気候療養の切符を買いに行こうと、こう、ね、切符を買いに行こうとして、もうこう飛び出したんですよ。この大学病院怖いから、工場みたいでね、そこの附属病院のここら辺の停留所でね待ってたわけですよ、電車。ただ空襲警報中は市電は通行止めが停止来ないんですよ。でここでポカーンと待ってたわけです。まさかその頭上にね、原子爆弾が落ちるってのは知らなくてね。でそのうちに空襲警報解除になって、10時ごろ10時過ぎで、この で市電に乗ってずっと長崎駅ってここで降りて、で降りて長崎駅の、切符売り場でね、まあ、2人ぐらいおったですかね、お客さんがね、あんまりな、そこで、切符を買おうとしたら、その日の切符は売りませんと、翌日と気候療養で鹿児島に帰るつもりだったの。翌日の切符だったらビューローっていうところで買ってくれ。その当時交通公社のことをね、ビューロー言ってたんですよ。でビューロー、まあ、どこだって言ったら浜屋のデパートの1階にありますと、ね、こんなことですね。そう教えてくれたわけです。で道順も教えてくれました、市営金が。で浜屋のデパートまで行ったわけです。それで入った時にバーンとこう頭やられちゃったわけです。だから危機一髪だったですね。だから僕は長崎医大で、空襲警報があって逃げ出し、それで電車に乗ろうと思ったら電車は止まってると、解除になったもんだから電車が動き出して、それに乗って長崎駅に行って、また切符が買えないもんで浜屋に行けって言われて浜屋に行って、それでバーンと行ったとこ全部やられちゃったわけ。だから危機一髪で逃れたよね。で、ここでバーンと来たもんだからね、その時来た時はね、ピカーッと真っ黄色に光ったですね。デパートに入った時ね、はい、でバーンとか爆風が入ってきたもんだから、そのままこう倒れだけど怪我も何もしない。ただ頭をすったか眼鏡がちょっと飛びましたんでね、で何しろ黄色く光ったっていうのだけは覚えてて、まあ、しばらくして外を出たんです。道に出て、この辺はというか、ここに山があるあって、ある関係で、爆風が
まあ、強かったけど家は残ってましたね。で出て行ったら面白いことにね、どの家もね、通りの家は建ってるけどすっぽんぽんなんですよ。爆風でつばーっとこうなんか通ってね、都庁寺がみんなすっぽんだから表通りは多分なんかみんな見えるとるよね。おかしいなと思ってね、まあそれからいやこれ高い山に逃げた方がいいということで、どんどんこっち行きますと、これ宗福寺っていうお寺があるんです。ご存知ですか？この階、まあ、宗福寺だと僕は思ってるんですが、で階段登って高い山に逃げれば安全だと。そうしたら後ろを見ると黒い雲がうおーっと上がってきてるじゃん。で見るとこう入道雲みたいにこうなってるから、わーっとそれ思ったのと、ただなんかここら辺に防空壕、横穴式防空壕があってね、その防空壕の中に駆け込んだんですよ。中でごやごやもううまいのだから中に入れないと入り口付近でじーっとしてる